はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、食料不足に一石を投じる、日本の食料工場の先端技術をお送りいたします。よろしくお願いいたします。2000年の前半ですね、まあ、2005年前後、えー、日本でですね、まあ、工場で食料、まあ、植物ですよね。で 育ててですね、まあ、野菜とかいろんなものですよ。あの、そういうものを、まあ、水と、まあ、水に溶ける栄養で水溶液の形の栄養を吸わせて、LED の電気で、まあ、いろんな植物を育てようというね、まあ、あの、実験及び、まあ、実際に稼働する工場というのを、各企業があっちこっち田舎の方ですけど、広大な土地に作って、 行ったんで、すよで200社ぐらいが、まあ、あの参加してですね、で、いろいろ作った結果、もうね、全然ダメで、もう撤退撤退、廃業廃業、撤退廃業。今残ってるのはレタスみたいな刃物をね、一部作っている工場だけで、あと全部ダメだったんですよね。で、これ何が原因かというと、あの、諦めちゃったんですよ。もう、あの、絶対無理だっていうふうにね。 あの諦めてしまったで何が無理な原因だったかっていうと、結局、花が咲いて、なんかこう、受粉するっていうのはあるじゃないですか。で、それって、あの手であの、ポンポンポンってやるね、あのリンゴ農家のよく知ってるおっちゃんいるんですけど、私の知り合いでね、であの手で受粉させるっていうのは、もう限界があるんですよ。まあ、たまにそういうこともやんないと、受粉ができない、蜂があの少なかったりね。 ちょっと受粉がちょっとあんまり良くないな、蜂がいないな、今年はっていう時は、手でポンポンポンって、まあ、受粉させていくっていう作業をやることがあるんですよ。パートのおばちゃん集めて。だけどね、人間がね、手で受粉させるの、あんまりね、良くないし、うまくいかないんですよ。まあ、あの、やんないよりはやった方がそれはいいんですよ。だけど、蜂の方がいいんです。蜂、ミツバ蜂とかね、いろんな蜂。蜂っていうのは、いかに重要かなんですよ。自然界で。 もう本当にね、役割を大きく担ってるんですね。じゃあその工場の中で植物ね、何か実らせるっていう時にね、花咲くじゃないですか。で、受粉が蜂じゃなきゃいけないんですよ。でも工場の中に蜂を飛ばしてみたんですよね。ところが飛ぶんだけど、なんか LED がいけないのか、照明がね、空調がいけないのか、なんかね、みんなね、蜂がね、落っこって、あの、ダメになっちゃうんですよね。 あのフラフラしてあの、天国行っちゃうんですよ。で、どうにもなるんですよ。受粉どこじゃないんですよ。何にもうまくいかないんですよね。だからもう工場の中で蜂を閉じ込めて蜂を飼うようにして、植物、食物、まあ、食料を生産するというのは不可能だということになったんです。結論が。で、日本の先端技術、その時日本トップだったんですよね。で、日本でトップでダメだったら、おそらくダメだろうということで、 それが世界中に波及して、世界中、やっぱり工場とか建物の中で、そういう植物育てるっていうのは、無理だってことになっちゃったんですよ。でも、日本のね、あの、一部の企業が、まああの、これはね、今まであった大きい企業じゃなくて、ベンチャーの、あの、その人間がね、いや、諦めないぞと、蜂だろ蜂をなんとかすりゃいいんだろう蜂をなんとか できれば逆に言ったら、それでどんどん食料が生産できるんだろうと。やるぞ、なんとかするぞということで、これがね、びっくりですね。成功したんですよ。え、どうやってやったのそれ企業秘密じゃないから発表してない。<laughs> それを真似されちゃうじゃないですか。しかし、あの、蜂をね、あの、元気よく飛ばないと言われていたのが常識だった蜂を植物工場内で 元気よく飛ばすことに成功して、大量の、まあ、生産を可能にしたベンチャー企業、これが日本の企業なんですよ。ところが日本は、それは無理だっていう落印をしたので、日本でそれをね、理論的に、いや、できる、できる、いや、大丈夫だと思って、あのいろんな企業にそれを持ちかけて企画を出したんだけど、日本企業はね、 いや、工場内で蜂を飛ばすっていうことはできない。これはもう科学的な常識だっていうことで、もうね、笑いながらね、突っぱねたんですよ。で、怒りましたよね、そのベンチャーの。あの、若い人ですよ。いや、冗談じゃないと。ふざけるなよと。あの、この理論でおそらく蜂は飛ぶはずなんだと。なんで突っぱねるなぜ資金を出さないいや、もう参ったなということで、アメリカに飛びました。 で、アメリカでそれを説明して、ある会社が、うちが出そうじゃないかと。あの、いいね、それは。それは、あの、投資する価値があるということで、で、投資してもらって、始まったんですよ。そしたら、大成功を収めてですね、えっ、ー、と、まず、いちごですよね。いちごをやってるんです。もう、これが元気のいい、美味しいね。あの、本当に、あの、身がたわわとなってですね、 実って、素晴らしいごが工場内で次々と生産できる、そういう食料工場が完成したんですね。で、今、もう世界のトップになってる、そのごの味もそうだし、生産的な、あの、効率ですね。その植物工場はね。いや、もう驚きますよね。で、その会社は、 206億円もの資金を調達したんですよ。すごくないですかねで、ものすごい勢いで成長、急成長しています。で、いろんなね、あのケーキとかいちご使うじゃないですか。で、スイーツでイチゴをね、添えたりね。もうそのイチゴがすっごくおいしくていいということで、もう大評判で、あっちらこちらからね、そのイチゴを買いたいという申し入れがある。 というぐらい評判もいいんですよ。味もいいんですね。だからね。で、あのー、もう5年、6年という年月をかけて取り組んできて、大成功して、いやーもう本当に、あのー、感無量だっていうふうにね、そのベンチャー企業の社長さんは、まあ、コメントをしています。このベンチャー企業の、えー、植物工場はですね、2016年に アメリカで、えー、スタートを切ったんですね。で、畑やビニールハウスではなく、屋内の植物工場で完全無農薬のイチゴの大量生産化。これに挑んだんですよ。そして成功。これはもう蜂ですよ。あの、ま、キーワードっていうかキーはね、蜂。蜂を飛ばすことに成功したので、イチゴの大量生産に成功したということなんですね。で、欧米のね、 あのもうヨーロッパも含む、まあ、当然アメリカでやったので、アメリカとヨーロッパ全体の植物工場の,あの、まあ、いろんな工場があったんですよ。で、全部破綻とかね、撤退にあの追い込まれてあの、ほとんどもう残ってないんですよ。日本でもないですよ、もう。ところが、このベンチャー企業だけが蜂を飛ばすことに成功したので、一人勝ちの状況になってるんですよ。でこれはもう すごい企業秘密なので、どうやって蜂を飛ばしてるかは、これ言えない、もう真似されたらね、せっかく一人勝ちなのに、ね、この機密を守らなければいけないので、あの秘密だというふうに言っているんですね。で、今年のですね4月に行われた国際カンファレンス TED2024、えー、これはまあ、あの、まあ、アメリカ主催のね、 まあ、新しい生産科学技術の発表の場でもあるんですけれども、そこで、えー、史上4人目の日本人として、えー、登場して、まあ、みんなに向けてですね、まあ、お話をしたということなんですよ。一躍時の人として、えー、アメリカでもメディアで引っ張りだこ、もうすごい今、忙しい状態だということですね。で、その、あのー、テレビで紹介もあちこちされているんですけども、 で、この日本人の方が経営する植物工場でできたご、こっちのごはですね、まあ、本当に評判が良くて、あの大手スーパーももうすでに100店舗以上のスーパーでアメリカで販売されているんです。店頭にもう並んでいるんですね。でもこれがね、やっぱりテレビとかマスコミであの大きく取り上げられているので、まあ、味も噂を呼んでね、あのごは美味しいよということになって、 もう店頭にね、並ぶそばから全部売,れ売り切れ、売れてしまうということなんですよ。すっごい人気なんですね。でもこのニュースって日本に入ってきてないんですよ。なぜかっていうと、これね、都合が悪いんですよね。だって日本の企業は嘲笑ったんですよ、この人のことを。いや、蜂は飛ばないんだよと。無理だよ、あんたの理論は。成功するわけないよ。 ね、お金なんかそんな人間にね、投資なんかしないよって言って、どこ行っても、もう、おかしいんじゃないのかと。100%無理なものをね、そこになんかね、あの、可能性があるみたいにして、お金をね、あのー、どうですかって言って、あの、投資しませんかって、おかしいんじゃないなんか怪しいぞとか言われてね。本当に。うん、だからね、あのー、もう、 日本には戻ってこないじゃん、この人は。日本ではやんない。戻ってこないっていうのは合併がありますよね。自分の親に会いに戻ってきたりはするんでしょうけども、あの、要するに仕事としてはもう戻らないですよ、これは。もうアメリカとかヨーロッパを相手に仕事をするというふうなことになるでしょうね。まあだからね、あの、日本人の、だから悪いところなんですよ。前も言いましたけど、今の若者もそうだけど、諦めちゃうんですよ。 それって絶対無理なんでしょって、みんな言うんですよね。あとは自分のことも否定する人がいっぱいいるじゃないですか。いや、俺には才能がないからさ、そんな無理だよって。最初から。なんで才能があるかないかは誰が決めるんですか、そんなの。自分自身で決めてどうするんですか。一生っていうのは一回しかなくて、どうせね、もう本当にね、あの天国に行く時に、灰になっちゃうんですよ、みんな。灰に、日本はね。 日本は100%灰になるじゃないですか。ねで、粉になっちゃう。粉々に。本当にあの、粉々になるっていう言い方あるけれども、本当に粉になっちゃうんですよ。日本ではね。人間はいつか粉になっちゃうの、全員。その中で、いや、俺って才能ないんだよとか、私ってダメな人間なんだよとか、私って何やってもダメだとかね。私って才能ないのよとか、もうそんなことばっかり言ってるんですよ。 なんで自分を自分で卑下してね、落とし入れるんですか落としめるんですかそれはね、よくないですよ。だって才能のない人なんかいないんですよ。何かの才能がある。それはみんながサッカー選手になれるわけないですよね。みんながプロのサッカー選手になるとか、そういうことじゃないですよ。その人に合った何かがね、あるんです。絶対ある。強烈な。でもそれをね、自分でね、探ろうとしないんですよ。 調べようとしないんですよ。確認しようとしないんですよ。だから調べたりね、あの確認しようとしないので、当然その力を発揮するまでいかないんですよ。でも今回のこのベンチャー企業のね、あの日本人の方の例でわかりますよね。日本人のね、あの大企業の日本のね、みんな、あの技術者も科学者も企業の人間全員が無理だって言ったんですよ。できるわけないと。 あざ笑ったんですよ。それに成功したんですよ。だから、気合を入れて努力してやっていけば、夢とか目標とかをね、持てば可能なんですよ。で、それを頭でね、いや、無理なんだよ。できないんだよ。そんなこと言ってるからできないんですよ。何でもできないことなんかないですよね。 いや、あの、目標と違う形で花開いてしまうかもしれないですよ、もしかしたらね。だけど、目標に向かって、自分の決めた目的、目標に向かって進んで努力していけば、何か得るものがあるし、何か花開くんですよ。でも、諦めちゃうんですよね、みんなね。諦めなければ、こういう風になるんですよ。そのいい例なんですよね。うん、だって、あの、いちごこれ見ました、私。あの、 このベンチャー企業の生産してるイチゴいやー、美味しそうですね。本当に色,色もね、ツヤもいいし、いや赤身のね、本当状態もいいです。すごい、いやいや、もう、あの、間違いなくいいイチゴですね。大きさもいい。だからね、これはね、画期的なことですよ。だって、あの、世界は食料不足でね、大変なことになるかもしれないって言っているのに、もう、この人のね、 あの、開発した技術であれば、いちごどころじゃないんですよ。何でもできるんですよ。すべての食料が。すごいことになりましたよね。だこれはね、アメリカがもう手放さない。いやー、よくぞやってくれたと。もうずっとアメリカにいてくださいねっていうことなんですよ、今。んで、あの、いちご以外のものも、あのー、もう投資するからね。ちょっと、あの、挑戦してみてもらえないか。ということで、 ああ、じゃあ、いちごの次に何かじゃあやりましょうという話になってるんですよ。すごいことですね。だけどね。まあ、いちごをね、最初にやったっていうのは、まあ、理由はあるんですよ。なぜか、あの、なぜいちごかっていうとね、あの、背丈がそんなに高くなんないんですよ。いちごの苗ってね。で、あの、横にもそんなには広がらないんですよ。だから、キャベツとかだと効率が悪いじゃないですか。キャベツって畑で育ったことありますか ものすごいね、あの、面積を取るんですよ、本当に。だからね、あのー、農家やってらっしゃる方もそうだけど、効率悪いんですよ。やったら葉っぱが広がってね、中央にキャベツが一個ドンとできるだけなんですよね。で、畑の面積を異常に取るので、ものすごい広大な畑が必要になってくるんですよ。だからね、あのー、効率はね、あんまり、例系率良くないんですよ、キャベツ。あの、良くないんですよ。 だからそれを考えると、そうか、そういうなんか大物じゃなくて、小さいもので面積をあまり取らずに、効率よく生産が可能なものは何だろうと考えたんですよね。それである程度量がなるという、実がなるというね。ただそういうね、条件の下で、まあ、いちごを始めたんですけどあの、通常ね、この植物工場じゃないいちごっていうのは、 まああの、ビニールハウスの温室で、温めて、そのビニールハウスの中をね、灯油のストーブとか、そういうヒーターみたいなもの、まあ電気のヒーターを使うところもあるんですけど、まあどっちにしても膨大なエネルギーが必要なんですよ。で、まああの、土でね、あの栄養をたっぷりと入れた土で、いちごを育てるんですよね。で、これが手間暇かかって、 まあ大変は大変なんですよ。うん、だからね、いちごだから楽だっていうことはないです。もうすごい大変だけど、それプラス、まああの、蜂を飛ばしてね、ちゃんとこう管理ができてっていうことで成功した、あの、工場の中で成功したっていうのはすごいことなんですよ。まああの、本当にね、なかなか大変なことで、で、美味しいいいいちごを作れたっていうことが、まあ本当に大成功ということになりますよね。 で、アメリカを代表とするフレンチ界の巨匠がいるんですよ。ダニエル・ビリューさんっていう方なんですけど、あの、この方はミシュランの二つ星レストラン、ダニエルを経営している経営者でもあるんですね。まあ、あの、シェフなんですけども。で、このダニエルさんが、もうね、このイチゴを使って、まあ、あの、ちょっとこう、いろいろデザートとか作ってみたらしいんですけど、いやー、素晴らしいと。 私がもう、あの、使って今までのね、あの、イチゴの中で、もう間違いなくナンバーワンだというふうにね、あなたのイチゴに私は惚れ込みましたと。もう本当にそういうようなコメントも出したんですよ。もう、あらゆるね、アメリカ中のパティシエからそれを聞いて、<laughs> ダニエルさんが言うんだったら間違いないねということで、もうね、イチゴの注文がね、殺到して、 高くても何でもいいからうちに売ってくれっていう、もうすっごい注文でね、もう生産量間に合わないんですよ。もう大成功もいいところですよね。だからね。で、いちごソースや飾りといった素材ではなくてね、もうあなたのいちごは素晴らしいので、そんな加工して味をごまかすのではなくて、デザートの主役としてね、そのまんま使いたいって言うんですよ。加工せずに。それほど立派ないちごですよというふうに、 これまたあらゆるね、あっちこっちのシェフがそう言うので、パテシエとかがね。だからまたそれが評判を呼んでね、もう今ね、入手、あの、できなくなってるんですよ。だから工場を、これはじゃあ拡大してね、もうちょっと工場を大きくして、いやー、これはもう、すごいことになったなっていうのが、まあ、今のところの、まあ、あの、この、ベンチャー企業の代表の方の感想なんですね。 ここまですごい反響がね、巻き起こるとは思っていなかったということなんですよ。なんだけど、もう本当にね、成功して、感無料で大成功して、いや、もう本当に良かったというふうに言っています。まあよかったですよね。でもこれは日本人の、あの、いい部分なんですよ。これがね、諦めない。ね、成功するまでやる。これ昔の日本人って、こういう方はいっぱいいたんですよ。例えばの、ホンダのね、 あの自動車のホンダの創業者のね、ホンダ宗一郎さん、あの方もそうでしたね。あの、ぜ成功、いい車作れるまで、いいエンジンができるまで諦めない。いや、本当に、もう負けるもんかみたいな形でね。でもそれが日本人のいいところなんじゃないですかね。そうやってやってきたんだから、やっぱりそれを、なんか日本人の魂みたいなね、日本魂みたいなものを皆さん受け継いでいるんですよ。でも同じことしたってしょうがない。ね。 あの要するに儲かるようなことをするんじゃなくて自分の才能があるもの自分の好きなものに取り組むというのが大成功の秘訣なんですようんだからねこれはこの方イチゴはねこの代表の方は好きだったんですよ <laughs> もともとねでイチゴは大好きであやっぱりじゃあイチゴはいいないろいろ調べたけど、ね、場所もそんなに取らないでねあのイチゴは一番単、まあ、価もいいしまあ 一発挑戦でね、この一発でダメだったら諦めるしかない。その覚悟で、まあ、イをやって成功したってことですよね。まあ、だから自分の好きなフルーツに手を出した。まあ、いいことですよね、だけどね。うんだからこれはね、あの、皆さんにもあるんですよ。もう前から何回も何回も同じことを言ってますけど、で、コメントいろいろありがとうございます。いただきましてね。えー、私なんかもう40を過ぎて、 そういう目標とかね、なんかやりたいこと、やるべきことっていうのを見失ってね、もう40になってしまいました。もう、うん、今までなんかやっておけばよかったなっていう風なね、あのコメントありがとうございます。いただきまして、何をおっしゃってるんですかまだ40でしょまだ全然大丈夫ですよ。もう何を言ってるんですか ?40 で諦めてどうするんですかこれはね、あの、元気だったら何歳までも大丈夫なんですよ。何歳でもいけるんですよ。 あの、本当にあの、ストラビバリウスっていうバイオリンのね、前お話ししましたけど、イタリア人の方の。あの人がね、一番いいバイオリンを作っていたのは80歳ですよ。80歳。80歳が一番いい80歳前後。もう70は軽く超えてた。や、バイオリンとかね、いろんなの作ってたんですよ。もともとそういう人だったので。だけど、とても脂が乗って一番いいバイオリンは70過ぎからなの。 だから、みんながね、あの、もう、日本の方、早く諦めるじゃないですか。あの、結婚もそうだけど、いや、私もう40だからとか、もう50だからなーって、ね。いや、何をおっしゃってるんですかストリビバリウスは、80歳ですよ一番いいバイオリンを作った年齢が。なんで、50ぐらいで諦めるんですか ?60 歳でも諦める必要ないですよ。夢と希望と目的を持って進んでいけば、 まだまだ挑戦できますし、自分の好きなこともできるしね、やりたいこと、目的を持って達成することは可能なんですよ。みんな諦めちゃうんですよね。いや、もう体がさ、動かなきついんだよ。いや、だって頭動くでしょ。体動かなくても。で、体が動かないって言っても、ね、もう一度一から鍛え直せばいいじゃないですか。いや、もうそんな気力ないよ。いやいや。 何をおっしゃってるんですか粉になっちゃうんですよ粉に、粉になっちゃうのに諦めて、へいへいボンボンと、ね、お酒飲みながらパチンコかなんかやって、ね、家ではなんかコロコロ回転しながら過ごす。いやいや、そんなことやっていて、本当にね、天国に行く間近にね、もう、あの、あとちょっとでもいや、これは天国だなっていう時に、ああ、なんでちゃんとやっておかなかったんだろうって、絶対 思いますよまだまだなんか行きたいところもあった、やりたいこともあった、なんでなんだって。だって私も本当知り合いで、そういう人生を過ごした人、みんなそう言って天国に行ったんですよ。本当なんですよ。だけど、あの人はもういろんなことやってきたよね。もう散々ね、まあ本当にいろんな仕事もやったしね、好き放題やってきて、世界のあっちこっちも行ったしね、美味しいものも、 な、まあ、いろんな、もう、縁日の屋台みたいなね、そういうところの焼きそばも、もう全部食べ尽くしてね、あらゆることをやって、全部、もう制覇したんじゃないの人間のやることはっていう人、私の知り合いで何人かいて、まあ、もう亡くなりましたよ。で、その人たちは、いやー、生きたよって言ってましたよ。この言葉の重み、わかります亡くなる。 えっと、どれぐらい前だろう一週間ぐらい前ですよ。お会いしたんですけど、あの病院でね、いや、もう、あの体がおかしくなって、あとちょっとですよってお医者さんに言われてね、会いに行ったんですよ。で、どうですか大丈夫ですかって言って、いや、もう無理だね。って言って、いや、いや分かってるんで、自分の体だから。って言うんですよ。いや、だけど、俺はね、満足だよ。人よりもね、もう本当にいろんなことをやってきて、数倍いろんなことを経験して、 楽しんできて。まあもちろんね、喜怒哀楽だから苦しいことも辛いこともあった。だけど楽しいこともその分いっぱいあって、ね、幸せも感じて、本当に幸せだった。うん。いや、俺はね、生きたよ。と言ったんですよ。俺は生きたよ。いや、もう本当にね、素晴らしい一言ですよね。だから何の悔いもなく、天国の方に行かれました、その人は。 でも、大概の人はね、あの、俺はまだ、チェ、チェにたくないって、泣きながら、本当に、あの、向こうの世界に行かれちゃうんですよ。いや、この違いは何なのか。全力で、日々、生きてきたかどうかの違いなんですよ。全力で。で、これ、好き放題なことをやるには、だってお金はいるじゃないとか、変なこと言う人いるんだけど、そんなの稼ぎ出せばいいんですよ、自分で。自分で稼ぎ出す。 それって目的を持って、今回のこのイチゴの人みたいにね、人の役に立って、ね、ダメだとか言われて、ね、あの、日本からはなんか追い出されるようにして、ね、アメリカに渡ったんですけど、ね、あの、やっぱり目標を持って諦めないで人のためになる。で、自分がこれやりたいんだっていうような。で、それで頑張って努力して、日の目を見て大成功して。で、も当然この人はもう億万長者ですからね。 あの、お金の方も問題ないと。でもこれってね、お金を稼ごうと思ってやってたら多分この人成功しなかったんですよ。そうじゃなくて、この人はもう食料不足とか世界的にこれから困るとか、なんとかそれを自分の力で切り開きたい。で、蜂、蜂が問題なんだろう。いや、だけど、俺にはなんとかできると思ったんですよ。蜂の問題は。ピンとなんか来たんです。ひらめいたんでしょうね。だから、俺はとことんやるぞって言って、 挑戦したんですよ。んで、その後ですよね。あの、お金が入ってきて、あ、なんだか大成功したらなんかすごいお金が入ってきちゃったってことですよね。これって、あの、みんなね、勘違いしてるんだけど、お金を儲けるために金、金だ金だ金だって言って何かやっても、まあ、それって成功する人もたまにね、そういう才能があっているんだけど、まあ99、99%は成功しないんですよ。99%の人はね。 人間っていうのは努力して好きなことを追い求めてやって結果を出していったらいつの間にか、お、なんかすっごい貯金増えたよっていうことなんですよ。みんなそうですよ。うん、だからね、あの、お金を追い求めている人は、まあ、いつまで経っても、あの、お金持ちにもなれないし、あの、余裕は全くできないです。うん、あの、わかってないんですよね。その論理が。 全く真逆なんですよ人の役に立つことで、自分の好きなこと、自分がやりたいこと、自分がやり遂げたいことを目標にして突っ走る、これが一番、あのもしお金が欲しいんだったら、一番近道なんです。これができないんですよ、みんな。先にね、お金が来ちゃうの。あのそんなことやって損したらえ、だってお金失っちゃうじゃないとこね、変なこと言うんですよね。 いやいや、そんな耳ちいことを言っていたら何にもできないじゃないですか。挑戦できないですよね。でもこれはね、何でしょう。時代なのか、教育なのか、何なのかはわからないけれども、どんどん小さくなってますよね。日本人が。あの、若ければ若いほど。いや、もちろんこういう今回みたいなね、イチゴで、よし、俺一発やるぞ、これを。俺は蜂はなんとかできる。 俺は蜂をコントロールできるんだっていうことでしょすごいことじゃないですか。でもこういう方もいるんです、ちゃんとね。だからもう、やっぱりお手本にするんだったらこういう人をお手本にしなきゃいけないということですよね。野球選手だったら一郎ですよ。本当に彼をお手本にしなきゃいけない。ね。あの、彼は本当に真面目にコツコツ野球が大好きでね。ただ単に野球が好きだったんですよ。で、 いつの間にかすごいことになったわけですね。日々を重ねていった結果ね、野球が好きで練習して頑張って、で、うどういうふうにしたらヒットがより量産できるんだろう。どういうふうにしたらチームをね、あの、勝利に導けるんだろう。もうそんなことばっかり毎日食事中も、寝てる間も彼はきっと考えていたでしょう。そうしたらいつの間にか野球の達人みたいになっちゃったんですよ。本当に。でも、 それでいいんですよね。だから彼が、いや、俺、金儲けたいから野球やるんだよって言ったら、あんなすごい人にはなってないんですよ。逆なんですよね。みんな。本当に。まあ、だけどそれをね、言っても、心の問題なのでね。心の中の皆さんのわ、私たちの心の中の働きなんですよ。それって。だから、こうやって何かね、そうですよって言って、あ、はい、そうですか。じゃあ、 今日からそう思いますっていうことはできないと思います。長い間かけて、なんか、お金、お金、お金ってなってきちゃったわけだから、で、日本って衰退してるでしょ日本って衰退してるんですよ、皆さん。ねあの、これをまた衰退してねえよとか言う人いるかもしれないけど、あの、100%衰退してます。外国みんな日本は衰退してるって言ってるの。あ外国は知ってる、分かってるわけ、日本を見ていてね。 いやどうしてそんなどんどん起こっていくのかっていうふうにね、大変なことになるじゃないかってみんな言ってるんですよ。でも日本の中にいて日本人って、え、そんなことになってないよ、大変じゃないよ、あの、今はちょっと、うん大変だけどさ、大したことないよとか、まあ言うんですよ。いや、大変なことになってて、大したことありますよ。だってもっと落ちていくんだもん。まだ序の口なんですよ、今でも。でも全然ね、分かってないんですよ、それが。 恐ろしいと思いますよね。まあ、これ気合入れないといけない。でも、どんな悪い状況になっても、今回のこのイチゴの人みたいにね、根性と気合と自分の好きなこととやるべきことっていうのをちゃんと見て、目標を立てれば、なんとかなるんです。絶対なんとかなります。皆さん一人ずつ素晴らしい力持ってるんですよ。で、それを発揮せずに、蓋をしてしまってるんですね、最初から。 もったいない話ですよ。年齢関係ないですよ。全く関係ないです。ストラビバリウスは80ですよ。80歳まで可能なんですよ。だから。ね。誰もが頑張れば大丈夫ということですよ。気合を入れて、前に前に進んでいきましょう。応援してますんでね。頑張っていきましょうね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。